こにゃんちは、霊夢だよ。ご近所に中学受験をする子がいて、算数の問題を質問されたよ。小学生の問題なんて余裕だと思ったら、全然わからないよ。こんな時は立花ちゃんに聞こう。立花ちゃん、立花ちゃん。立花ちゃん。やっほー、立花だよ。霊夢ちゃんの同級生で数学、算数が好きだよ。立花ちゃん、この問題が全然わからないよ。これは、ひ、で考えるのがポイントだね。ひーんひーん。お馬さん、解説始めるよ。みんなもゆっくりしていってね。まず、こことここ、縦と横の長さのひはどうなると思う？正方形なんだから、辺の長さは全部一緒だよね。普通に1対1でいいのかな？そうだね、それでも合ってるよ。ただ、後で計算しやすいように、ここでは、7対7にしておこっか。7は面積比の4と3を足した値だね。そうすると、正方形の面積はどう表される？7×7 で49かな。そうだね、正解だよ。注意する点としては、これはあくまで、比、だということかな。1辺の長さが必ずしも7センチになっているわけじゃないんだね。そうそう、長さが7センチでも成り立たないといけないけど、別に1でも計算できるしね。計算がめんどくさいだけで。そして、比だからこそ任意の値を仮に設定しても問題ないとも言えるよ。中学受験で比の関わってくる問題では、仮の値を当てはめてみると一気に解きやすくなることがよくあるよ。仮の値、大切。そして、あ、と、いの面積の比は4対3だから、49を4対3に分けてみよう。どうすればいいの？4対3は足すと7だから、7分の4と7分の3をかければいいよ。すっきり約分できて、28と21になった。すっきりいくように仮の値を設定したからね。そして次に、いに注目。ここを結んで三角形2つにしてみよう。右と左に直角三角形ができたね。しかも、合同になってるのかな？直角三角形の斜辺と他の一辺が等しいから合同だね。合同だから当然面積は等しいよ。つまり片方の三角形の面積は2分の21になるよね。21の半分だね。で、ここの長さは？正方形だから他と一緒で7かな。そうだね。そうすると、余半分にした図形は底辺7、高さ x の直角三角形と捉えられるね。あ、方程式が立った。小学校だと方程式って言い方はしないかもしれないけど、考え方は一緒だね。計算すると x が出てくるね。できた。あ、なんかもう全部できそう。あとは長さをすべて足して、比べればいいね。あの辺を全部足すと、28か。ピンクのところは角を折り返したものとも考えられるから、正方形の周りの長さと同じになるね。で、いの辺を全部足すと、20だね。ってことは、簡単な比に直すと、7対5か。正解だよ、霊夢ちゃん。解き方さえわかれば簡単だった。パズルっぽい面白い問題だったね。これでご近所の中学受験生に教えてあげられるよ。頑張って、って伝えておいてね。ありがとう、立花ちゃん。それでは皆さん、バイバイキーン。バイバイだよ。